ニターの調子はどう？良好だ。ここが殺風景などを除けばな。よし、テストを開始しよう。まずはターゲット認知システムのキャリブレーションから。サム、仮想ターゲットを表示するから目でターゲットを追ってみて。逆になっていたら教えてちょうだい。視神経リンクで調整をするわ。いつもながらかったるいな。もう何度もやってるぜ。大事なことだ。操作マニュアルの開き方は分かってるな。大丈夫だ。早く始めようぜ。今日は予定があるんだ。お酒もほどほどにしないと体壊すわよ。ロック解除。とりあえず動き回ってみてね。その安定度測定に移ってくれ。オーバーヒート。今のリアクターではこれが限界だな。リアクターの強制冷却によりスーツ機能が一時的に低下限定される。特にアクチュエーターに顕著に現れ、移動能力は 30% も低下する。たったの 30% だ。エレナ、長くなりそうだ。次の指示を頼む。射撃システムチェック。はい、仮想敵出します。次、エイム精度向上システム。リコイルコントロール正常に作動中。おっと、抑えられないか。その銃は特殊なのよ。忘れたの？そうだったな。ブレードシステムをモード変更。他の武器も試してみる。プログラマブル素子の記憶容量はまだ発展段階。何でもかんでもスキャンできるわけではない。スキャニングテストもしてみてくれ。
表面の傷までスキャンしちまうのか。ブレードシステムはその特性上、既存の武器しか再現できません。次はサブウェポンマウントシステムのチェックだ。駆動限界のデータを取る。力石計測用オブジェクトを出します。軍の連中が自信満々に提供してくれた新型の複合電磁装甲だ。思う存分ぶん殴れ。装甲表面のレンタルに相殺を確認。相殺磁場発生に伴いリアクターを強制冷却。まだ連続使用は難しいか。もう一度。たった2発で押し破壊かよ。予想以上ね。以前計測したお前の交感神経データから ARS スーツのシナプス伝達調整を行った。銃撃戦闘中の反応が強化されるはずだ。それはいいが、この電極最悪の付け心地だ。極限状態での逃走、逃走反応を強めるために必要なことなのよ。我慢して。終わったら好きなだけシャワーでも浴びればいいだろう。さあ ARS に負荷をかけるぞ。準備はいいか。準備完了。頼まれていた強制起動トリガーも実装済みですけど、長時間使用で自律神経に異常が確認された場合、自動でロックされるわ。よし、今日はここまでにしておこう。サム、お疲れ様。腹ペコだぜ。エレナ、一緒に食事でもどうだ。Thank you.
これは我々ロシアの星による新政府樹立を祝うセレモニー。我々はロシアを完全に掌握している。次は10時間後、ターゲットはニューヨークだ。止める術はただ一つ、アメリカの無条件降伏しかない。アメリカ国民の皆さん、今日は悲劇的な日となりました。かつてのサンフランシスコは二度と戻りません。ロシアの無差別攻撃により罪のない多くの人々が犠牲となりました。アメリカ全体は彼らの死を悼んでいます。卑劣な行為をする者に対し断固として誓う。我らを侵害する者との交渉は一切しないと。我々の力は無敵だ。我々の意志は固い。我々は必ず勝利する。神の祝福が私たちアメリカ合衆国にあらう。した連中は占拠されている。こいつがそのロシアの星を率いる財政だ。ああそうだ。それから彼はダープに参加、今回の作戦に同行する。残された時間はあと8時間しかある。失敗は許されない。何としても次の攻撃を阻止しよう。よく分かった。でもあまり周りには歓迎されてない。ダーパー大統領と国防長官の直轄研究機関だ。軍の干渉は受けないが厄介者扱いされる。しかも私たちの任務は極秘扱いです。カンディード博士を救い出す。博士の利用価値を考えれば殺されるはずはない。エネルギーシステムの設計者だ。こいつだって同じシステムで動いてる。そうね。こいつが研究中のおもちゃか。傷一つねえが、訓練はしたんだ。まあ、すべてシミュレート済みだ。あんたは派手にやられてんな。そろそろ引退したらどうだ。
何しやがる。館内禁煙だ。Stop!
そこから左手にあるゲートが見える。ああ、ゲートをくぐれば敵の背後に回れるはずよ。了解。